<laughs> あ,いやですあの、順調にいけば、サブチャンネルからの放送は今日が最後で、明日からメインチャンネルからまた放送できるようになると思うんですよね。うんであの、今日は欲求の正体というテーマで、30分なり40分くらいをお話ししていこうと思うんですけども、まあ、その前にね、私のメインチャンネルの思いなんですけども、メインチャンネルは、 私が10年間運営してきて、動画が2万本くらいあってね。それこそ私のここ10年の人生を激変した記録がすべて、うだつの上がらない時から、変わり始めた時から、初めて月収100万を突破して、そして年収で4000万とか5000万近くいってですね。3年で1億3800万を上げた最初の3年間っていうね、ドラマも入っていたりとか、それから結婚の前後とかね。 それから子供が生まれてどうとかと、もうすべて私のお40代がすべて入ってるんですよね。まあけど、私の記憶の中にはそういうものが鮮明にありますので、YouTube の記録がなくなっても、寂しいですけどもね、寂しいんだけども、でも、新しい第一歩を踏み出せるかなと思っております。おかげさまでこのサブチャンネルも、ま、登録者の方がじわじわと増えてましてね、たったこの2週間なんですけども、やっぱりこ,ここまでの人数になったなと。 思いますたった2週間だったんですけどね。で、とてもじゃないけど、もう一回1万人のチャンネル登録を目指せというふうに言われたら、あまり自信はありません。それに、そこまでの欲求がないのも事実なんですよ。今、一緒にいてくださる方と過ごせれば十分かなと思ってますんでね。ただ、新しく来てくださる方も、実際にこの1、2週間もいらっしゃいますし、非常に近い関係になったかと思います、急速に。うんだから 人間の欲求ってのはですね、どこでどういうふうに折れ曲がってるのか分かんないところがありますよね。あ、吉見さんどうもおはようございます。それでは今日は人間の欲求についてちょっと皆さんとね一緒に考えてみたいと思います。えー、実はね、何人の方とディスカッションしたものが素材になってるんで、ちょっとね、表現がどぎついものとか、ちょっとそんなこと言って大丈夫みたいなものを今日は始まります。でまずね、欲求の正体ということの前に、ちょっとした小話です。くだらないって言葉ですよ。 よく人の話を聞いて「くだらないね」とか「人が何か大事にしているものをね指さしてくだらないものを持ってるね」とかねこういう表現があります要するにくだらないってのは「無別」とかねまあ少なくとも褒めているような言葉ではないような気がするんですけどもちょっと考えてみていただきたいんですよこの宝石は100億円をくだらない価値がありますよって言った時ってくだらないって言葉がものすごく価値の高いものを指し示してますよねこれは何でこんなことが起きるんでしょうか そもそもくだらないの反対語って何ですかそれはくだるなんですよ間違いなくね。くだるってのはどういうことかっていうと価値がどんどん下がっていくっていうふうにも捉えられます。じゃあくだらないものっていうのは価値がくだらないから価値の高いものっていうふうに考えることができてじゃあ100億をくだらない品物っていうことは <laughs> すごいものなんじゃないかなっていうふうになんか <laughs> 一体どういう意味なんだろうなと思っちゃうんですよね。 <laughs> 失礼しました。で私ねこういうふうに考えてるんですよ。そのくだらないって言葉はどういうことかっていうと2つの意味があってね。本当につまらないものって意味がある。つまらないからこういう考えるんですよ。価値の低いものだから上の人がね上の人とか権利を持ってる人が。 これどうしようもないもんだよね。こんなもの世の中に広めてもしょうがないよねって形で消えてしまってね。私たち庶民の手に降りてこない。そのぐらいつまんないものだから世の中に広まらないよって。要するに、神々の方から下々の方へ回ってこないぐらいくだらないもの。ね、だからくだらないって表現は取るに足りないものって表現が正しいという、そういう使い方が一つ。同時にですね、あまりにも上等なものだから、 例えばマグロのね美味しいところって市番の人が食べちゃうんでなかなか私たちのところに回ってこないんですよ。ね。そのぐらいいいものだから下ってこないくだらないものっていう意味でいいものを指し示すっていう意味も同時に持ってるんですよだからややこしいんですよ。くだらないっていうものは価値の高いものっていう表現も使うしくだらないという同じ言葉同じ漢字同じ使い方で価値の低いもの低く価値の高いものを同時に表してるんですよね。なんてことを考えてるのは私だけですかね。<laughs> それはね、前回の、あのー、何、うどん、なんかうどん屋さんのね、広告で、えっ、ー、と、女子ぶっかけ、男子、えっ、ー、と、お稲荷さんで、かまたま、うどんみたいなね、こんな表現が、ちょっと性的に、男性差別、女性差別してんじゃないの、みたいな、まあ、ツッコミがね、 まあ女性団体の一部の女性団体からあって、まあ、こういう時ってやっぱりねすごい解釈をねじ曲げてそれは差別だっていうのって大体女性なわけなんですよ男性が言うことはあんまりなくってだから私の解釈で言うとね女性の方の中に男性はこう考えてるに違いないという思い込みで男性を責めてくる人がいるんじゃないかなと思うんですよまあでもね仮にそういうふうな思いが男性にあったとしてもそれは本当に責められることなのかなと思っちゃうんですよ 例えばね私こうやって真面目な話をすることもありますけども、まあ、やっぱり奥さんとはエッチなことはしたいわけですよ。<laughs> ね、で私も青春時代は隠れてねいろんな本を <laughs> 読んで回し読みしたりとかねまあなんかねも,もう成熟した女性になら話せることはいっぱいありますけども、まあ、思春期のね女の子には聞かしたくない話は結構あるんですよ。ただ思春期の女の子も結構えげつないですからね。なんか 言ってみればね、40歳、50歳ぐらいのおじさんと援助交際するのは、中学生や高校生の女の子でしょう。どっちがエロやねんと思いますよ、私はうん。まあなんかいろんなね、考えがあるんでしょうけどね。あ、ワンファーストありがとうございます。おかえりさんもどうもありがとうございます。コウジさんもどうも今日もよろしくお願いします。まあそこでね、ちょっとこう、人間の三大欲求ってあるじゃないですか。まあ、寝ること、食べること、で、性的な欲求を満たすこと。 で、寝ることや食べることっていうのは、なんかね、いろんなところで大々的に報じられてるんですよ。高級寝具で高級布団です。西川布団ですとか言ってね。誰も、なんだこれとか思わないでしょ。で、グルメ番組毎日やってますよね。誰も嫌悪感を示しませんよね。なんでね、子孫繁栄とか、人間の根源的欲求な性的なことになると、なんかこう、角を出して怒る人がいるのかなと思うんですよ。これはでも なんかそういう本能を持った人間っていうのは罪なのかなと思っちゃうんですよ。でもっとねこの話題を掘り込んでみるといろいろとねさっきの「くだるくだらない」って話じゃないですけどもなんかむそのその思考自体が大いな矛盾をはらんでるなってことがさまざまあるんですよ。いわゆる性的な表現の本音と建前なんですよね。これがねなかなか難しいです。 で、女性の性的な魅力を感じる男性ね。女の人を見て、わあ、可愛いなとかね。ちょっと足綺麗だなとかね。おっぱい大きいなとか。可愛らしい顔してるね。なんかすごいそそられるよねっていうのは、これ悪なんでしょうかこういう表現をするの。だって、その表現をしようがしまいが、心の中に突き上げてくる、この本能があるわけなんですよね。それは本能ってのは多分神様というものがあるとしたら、神様が与えてるんですよ。神様が与えた感情。 困ってる人を助けたいとかね、ずるいことをしたくないとか、人を傷つけたくないっていう感情も神様が与えています。でも、好みの女の子と仲良くなって、できればこうね、イチャイチャしたいっていうのだけがなんか罪なんでしょうかってことなんですよね。うん、だから逆に言うとね、女性はなんでね、メイクをしたり着飾ったりするのかなってところがあるんですよ。もちろん自分のためでもあると思いますけども、 まあ、あの、こういう表現が適当じゃないかもしれませんけども、あるディスカッションでね、私が関わったディスカッションで、セックスアピールって言葉が出たんですよ。なんで女性はセックスアピールをするのかなね。あの、なるべく若く、綺麗なところを見せて、異性を引きつけようとしてるのかなとこのセックスアピールっていうのはね、やれるかもっていう、いわゆるゲな下ゲ話なって言ったらまた、ね、表現は難しいんですけども、やれるかも感とは違うんですよ。 男性をそそるためのものではなくって、少しでもお自分のことをね、高く表現したい。美しく表現したい。っていう、うまあ、その欲求のあられが、まあ、日本語ではなかなか言葉が見当たらないんで、セックスアピールって言葉になったんでしょうけども、必ずしもセックスしてくださいってアピールじゃないですからね、これはね。もうちょっと上品なセックスアピールっていうの言葉でありまして、だから下スはな意味ではないんだよってことなんですけども、 うん、だらここら辺はね、ちょっと女性がどういうふうに考えて、えー、若い頃おしゃれをしているのか、でえー、年齢を重ねても、おいわゆる身だしなみ、濃度を超えたあ部分がね、出てくるのか、まあ、それはみんな表現とか考え方は違うと思いますけども、私はだから男性の立場からしかものが言えませんけども、多分女性はこう掲げてるのかもしれないなっていうふうに想像するけども、それが正解か不正解かは分かりません。なぜなぜらら論ずることすらも それは不適当なんじゃないかなって言われそうで、なかなかね、オープンな場で言えないわけですよ。だから、クローズドの場で、コソ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 やっちゃって、余計になんかね、悪いことしてるみたいなイメージになっちゃうんですよね。で、またね、ちょっとこう、そのディスカッションの中で、あの、一つ、回答に近い落ち着き場所として、えー、まあ、話題になったのが、じゃあ男性はどうかなってことなんですよ。あ、しげみさん、おはようございます。どうも。 今日もよろしくお願いします。今日はちょっとね、難しい表現のテーマでございます。今日は雨みたいですね。やっぱりね、私の街も雨になりそうです。で、まあ女性はそのセックスアピールってものがね、あの、セックスしたいアピールじゃないですよ。セックスアピールっていう言葉になっちゃいますけども、まあ少しでも魅力的に異性にも同性にも移りたいっていう気持ちを自分のファッションやメイクで表現してると思いますけども、男性はそれをしないんですよね。男性は自分の性的なアピールで女性を引きつけようとしてないわけですよ。 男性はどちらかというと、経済的なたくましさとか、肉体的な力強さとかね、リーダーシップみたいな、あの性格や人間性とか、ユーモアみたいな、そんな部分とかね、いわゆる人間の本質でしか自分は惚れてもらえないっていうふうに割り切ってるんですよ。自分の外見をいくらね、整えたところで、そんなことで女性は惚れてくれないよ。女性を引き付けるんだったら人間の内面だっていうふうに、やっぱりね、イケメンじゃなくてもこうやって勝負してくるんですよね。 うん、で、まあ、女性はってくると、また乱暴な表現になりますけども、女性の中には、私どうせこんなでし、みたいな感じでね、自分の外見が自分の求めてるものじゃないからといって、もう内面も磨かなくなっちゃう、まあ、部分もあると思うんですよね。そういう人もいると思うんですよ。で、不適されちゃったりとかね。でも、男性は不イクでもう諦めてるんですよ。もう、外見じゃねえよ。もう、ここま男は中身なんだよって感じでね。 言ってみれば、外見が悪ければ悪いほどっていうか、外見に自信がなければないほど、内面を磨いてね、もう少しでも IT 企業を立てて、稼いで、金の力でもうその包容力を女性に提供するんだとかね、いわゆる練習で釣るみたいな言い方もありますけども、うん、あとは、肉体的な力強さでね、うん、やっぱり、えたくましい、うん、男らしい、いわゆるね、そんな勝負をしてきたりとか、もう面白い人を演じることによって、モテようとしたりね、 外見でモテようとあんまりしてないのかなと思うんですよ、男性は。少なくとも、セックスアピールで女性にモテようという男性は非常に少ない、一部の芸能人ぐらいだと思うんですよね。まあ、だから男女の差ってのはこういうふうにあるんで、まあ、男女が、あの、同権、権利は一緒なんだけども、質が違うんで、どうしても逆立ちしても、男性が女性を演じきれない部分があったり、女性が男性の役割ができない部分っていうのはどうしても出てくるんですよね。 だからそこを、これは男性がやるべきこと、女性がやるのはしょうがないよねって言ったら、そこまでね、性差別だって言われちゃったら、もうね、何も言わないとこうかなってことになっちゃうんですよ。どう考えたって、男性は出産できないわけですから。出産できないし、なんですかね、あのどっちかっていうと、あれでしょ、うん。雰囲気作って、食事をおごって、ムードを高めて、まあ、そういった方向にあのシナリオを作っていくのは男性の役割になるわけじゃないですか。女性がデートプラン作ってね。 男性にいろいろと働きかけて、で、お食事を奢ごって、じゃあ今日はホテルの椅子取ってるのよっていうふうに、そういうふうな女性はあまりいなくてね、なんかスマートにベッドに誘う流れを作るのが、まあかっこいい男性の、まあなんかね、えー、まあ一つなのかなと思うときに、じゃあそれは何、何そういうことするためにこのムードを作ってきたなって怒り出す女性ってあまりいないと思うんですけど、<laughs> なんか難しいことなんですよね、だからね。うん。まあですスでね、先日の、 あの、女性差別と言われてきた、あの、田舎から出てきた若い女の子、右も左もわからないうちに牛丼漬けにするんだ、みたいな発言っていうのは、えらい拡大解釈して女性蔑視っていうふうに世論を誘導してるなと。そしてそれに、いや、そんなことないんじゃないのっていうふうに、まあ、言いにくい雰囲気はね、もう完全作られていて、えー、まあ、おそらくですけども、 多分テレビとかでも取り上げられてるんですよ、もああいうの。で、テレビで取り上げられてるってことは、そこに対してコメントを要求される芸能人の方も同席してるんですよ。男性、女性って。多分ね、見てないですけども。そうなった時に、いやー、この表現は許されないですよね、とか絶対言うと思うんですよ。そっちの方が人気が出るから。いや、別にこれはクローズドの場でね、その意味がわかる人に対してだけ言ったわけだから、別にいいんじゃないですかって。なんでそういうふうなクローズドなところで、社外費のことを社外に持ち出して、 攻めるためにみんなこうやってマウント取ってるんですかみたいなこととかね。あと、こういう方も多分いるんですよ。いやー、経営者として最低ですね、許されません、こういう人はって言って、経営もしたことないような芸能人がね、なんか、下手顔で語ってるんですけども、結局、私の方が経営のセンスがありますよって言いたいだけなんですよね。うん。だからなんかね、こう、その文脈に至った流れとか、それからなんか、私もそれで参加してないか分かんないけども、そこでね、セミナー中に、 居眠りをこかないように工夫していろいろとね、発言をこねくり回してあ、このメンツだったら大丈夫だろうみたいな表現。つまりは、顔ぶれによっては許される表現と許されない表現ってあると思うんですよね。でそういうのを巧みに使った、まあ、素晴らしいセミナーっていう風な見方もできるのに、そっちの発言はもう全然流通しないわけなんですよね。むしろ、ここぞとばかりに吉野家を叩けみたいなね。 吉野は今無防備だから何言っても反論してこないぞって。いじめろ、いじめろ、いじめろ,じめろみたいな感じで、あの、すごく怖いなと思いましたね。私はそういうのがね。捉え方ってのはどっちでもできるわけですからね。うん、なんか、実際に、取締の役の方が、じゃあ牛丼漬けにしましょうとかね、しゃぶ漬けなんて表現を使ってなくて、牛丼漬けって言ってるのを誰かがしゃぶ漬けって表現にね、すり替えてるわけなんですよ。さあ、このしゃぶ漬けって言ったってことになっちゃって、 で反論もできないみたいなねなんだそれはみたいな思っちゃいますけどねでしかもねその牛丼漬けにするなんていう言葉使ったけども実際に牛丼漬けにすることなんて不可能なんてのは誰でも分かるわけじゃないですかじゃあ牛丼漬けとか言ってねあの3食牛丼食べないと禁断症状が起きるみたいな人が現実に生まれるんですかっていうふうに真面目に話したらいやそんなことはないでしょそもそも田舎から出てきた人が右も左も分からないなんて誰も信じてないわけです 一つの比喩表現として用いられてるのは誰の身から見ても明らかなのに人を叩く時だけは比喩表現というふうに捉えないでこれ言葉のまんまこれは危ないですよねと何かすごく反社会勢力を助長してますみたいなねそうかななんでそういう解釈しかできないのかなとかね私は思っちゃうんですけど、ね、もっと柔軟に考えてそういう捉え方もできるけども別の解釈も無限になり立つよねっていうふうに考えていくとね あの世の中の人がみんながそれに拒絶反応を起こしてるわけではないとかね少なくともそのセミナーに参加した人はあなるほどそういう考え方なんだなと例えとしてはそういうふうな言葉を使ってるけども受け取り方の解釈としては皆さんによりあの素晴らしい牛丼の味とか牛丼食べながらも素敵な空間を作って吉野家にはたまに行かないともうね収まりがつかないよねみたいな心理状態とか環境にしようよねってことなんだろうなとそして引いて言えば 高級なランチとか5000円以上するね、1万円とかのディナーにも対抗できるような500円の牛丼を作っていきましょうみたいなあ取締役の発言なんだなって捉えればいい話なのに、なぜかそういう風なね、話の展開っていうのはしないんですよね。してるかもしれないけど、そういう人は黙ってるんですよ。まあ黙ってるのはいいんですよ。賢い人って大体黙るんで。<laughs> はい、ということでね、一番騒がしいのは私でございましたので、ありがとうございます。 あ、相川さんもどうもおはようございます。そしてよみさんおはようございます。かわいい、マトくんの喋。かわいいですよね、山トくんね。もうね、マトくんの喋から一万枚になりましたよ。<laughs> というところでね、今日は、あの、何ですかね、タイトル忘れましたけども <laughs>。あの、なんかね、ネットワークビジネスのことをちょっとお話し,しようと思ったんですよ。えっ、ー、と、ネットワークビジネスに参加して、全然お金がね、稼げない人っていうのはいると思うんですよね。ネットワークビジネスで参加したけども。 でもどうなんでしょうかね。あの、何か人がことを起こしたりとか、組織に属するときって、みんな目的って違うと思うんですよ。もしくは目的は最初稼ぎたいだったんだけども、このネットワークビジネスの会員さんとのやりとり面白いな。自分の存在意義を感じるな。どうしてもここにずっといたいなと思えば、定期購入ね。多分、毎月1万円ぐらい定期購入しないといけないと思うんですよ。ネットワークビジネスってね。多分そうでしょう。 毎月1万とか、まあ、2万とは言わないけども1万5千とか毎月買い物するから自分の会員としてもしくはポジションが維持できると思うんですよね。そう考えたときにね毎月1万ってことはですよ私が空手教室に通っても合気道の教室に通っても書道教室に通ってもとにかく何かの所属してる何かの組織に属しているってことは1万円ぐらいの経費は何やってもかかると思うんですよ。私はね、もちろん 会費の安いところもあればね、高いところもあるんで、単純には語れませんけども、私がいろいろとね、今まで所属してきたものっていうのは、大体会費ってのは毎月1万なんですよ、うん。そうするとね、ネットワークビジネスだろうが、書道教室だろうが、空手教室だろうが、月謝は毎月毎月1万払っていて、空手の腕が上がらないとかね、<laughs> でもいたら楽しいとか、全然強くないし、あの、大会にも出れるレベルじゃないんだけども、 空手教室に通ってるすよね。そう考えたらね最初は強くなりたいなと思ってカラテ教室に通うんだけどもでも通ってる自分が好きになっちゃってその維持費としてお金を払ってこの環境にい,いさせてくださいねっていう解釈を会員さんがするんだったらその会員さんの解釈っていうのは正当化されるんじゃないかなと思うんですよ人が文句言うことじゃなくてね。 だからネットワークビジネスとか宗教とか、それから創価学会とかいろいろありますけども、参加してね、そんなそんなやって何か意味があるんですかって、外野から言うことじゃなくて、いや、私は面白いんで、楽しいんで、意義を感じるんでいいでしょだからここにずっといたいんです。だから、ここの所属がしたいんで、お金を払いって言えば、ある程度払うし、活動に参加しろって言えば、まあ、ある程度は参加するしみたいな感じで、でも徹底的に参加したりとか、要求されるままにお金を払っていったら、 逆に入れなくなるから、大体こう、釣り合いの取れるところで私はいるんですみたいな風になると思うんですよ。宗教だろうが、ネットワークビジネスだろうが、その他のコミュニティだろうがね。で、飽きたらやめていくだろうし、つまんなければやんなくなるだろうし、例えばね、YouTube も、稼ぐつもりで YouTube を始めた人が、ずっと稼げなかったりするんですよ。でも YouTube をすること自体が楽しくって、それがもうね、言ってみれば、あの、感動の収入とか、感情の収入になる可能性があるんですよ。 そしたら、あんた YouTube で儲けるとか言って、3年経っても1円も稼いでないの何やってんだよっていうふうに言うのは違うかないや、なんかやってみたら稼げないけど楽しいんですっていうふうに目的が変わるんだったら、それはそれでもいいかなと思うんですよね。つまりはネットワークビジネスにしても、宗教にしても、なんか他のことにしてもね、空手教室にしても、書道教室にしても、お花とかお茶にしても、あの、目的は何だろうっていうふうに、それぞれの目的に、 したがって参加してるわけなんで、まあ、他者がね、とやかく言うことじゃないかなっていうのと、えー、それからね、目的は入会してから変わるってこともありますし、入会して3年目、5年目、10年目、ずっと同じ目的の人もいるし、目的や目標が変わっちゃうこともあるわけですよ。その都度その都度、その人の生活環境や考え方や、成長や進化に合わせて、もしかしたら家族を失ったりね、そういうことによって、 変わるることともあると思うんですよねあの人によってはねあの旦那さんに先立たれてネットワークビジネスが唯一の自分のこうコミュニケーションの場であり救いになったとかね癒されたとかねその寂しさを紛らわす場になったって方もいらっしゃるっていうのも聞いてますしその宗教団体とかもそうですけどもね、うん、だからみんなそれぞれ、うん、そこにいるってことは何かしかなんかね まあいいことがあるんでしょうね、自分にとって。もしくは希望があったり、夢があったりね。で、またね、可能性の話にもちょっと入ってきたんですよ。そのコミュニティでね、私がちょっと収録していろいろとディスカッションしたコミュニティまあ可能性が、例えば、10人に1人とか1、1%みたいな可能性ね。非常に低い可能性。うん。10分の1の可能性、100分の1の可能性、1000分の1の可能性。確かに、 おそらくダメだろうな。一部の人しかそうならないだろうなっていうふうに覚悟しながら10分の1にしても100分の1にしても1000分の1にしてもその1を見つめて一歩一歩進み続けるその姿っていうのを人は多分希望って呼ぶんでしょうね。100分の1に対して99だけを見るのはうまくいかない99だけを見るのは希望とは言わないと思う。それは絶望なのかもしれません。でもどんなことに対しても例えばね 100回中99回は成功することでも、もしかしたら100回中の1が来るかもしれないっていう恐れはあるんですよね。で、実際、100人中1人はうまくいかないっていう現実があるわけなんですよ。だから結局、可能性っていうのは1、1%だろうが99%だろうが同じという重みになってくるんじゃないかなと私は思うんですよ。100%もしくは0%でない限り、 どっちに転ぶかわからない五分五分の勝負かなっていう感覚なんですよね。100分の1だろうが、100分の99だろうが、どっちも五分五分っていう感覚ですね。はい。えー、でね、やっぱりこう自分の居場所ってのを、そのネットワークビジネスとか宗教とかに、ね、関わらずコミュニティの中に人は探してるんじゃないかなと思うんですよ。で、所属してる間も探してると思うんですよね。自分の居場所っての。で、アムイの、アムイっていうね、ネットワークビジネスの 会社に入って10年目の人がいるんですけども、すごく業界通なんですよ。アムエのことも詳しいし、他のネットワークビジネスも詳しいし、私はね、ネットワークビジネスで潰れた人を何人も見てきているし、ネットワークビジネスで成功してお金持ちになった人も何人も見ているのっていうふうに話が長い人がいるんですよ。面白いんですけどね。話が長い挙げく、その人は金がないんですよ。<laughs> 金がなくて毎月の会費を払うのがやっとなんですよね。で、商品は自分の 押入れに在庫を抱えて見るからにうまくいってない人なんだけどもでも全体的にアムウェイにいてすごく幸せを感じてるらしいんでその幸せを感じてることに比べたら在庫を抱えて毎月1万とか2万っていうのを商品買うのにお金を払ってることはもうなんかかすり傷っていうかね必要経費のほんとほんの少しだって言ってるんですよ。逆にそのののぐららいで自分のこの幸せな感情がずっっと続くんだったら あの、彼氏、彼女がいるよりも、私はすごく素敵ですよと言われてましたね。すごく考えるところから、私すそういうね。だからなんかこう、誰かの設定した共通な価値観に自分を見いだすんではなくて、自分一人が幸せになれる方法を自分だけが見つければ、それはもう十分なのかなと思うんですよ。で、余った力で自分の好きな人を、 プラスアルファで、幸せににできたらななっていうふうに考えていいいう考えければいいのかなとで。ちょっとまとめさせてもらいますけども、私、億万長者合宿っていうね、企画をやってまして、最近この3年はやってませんけども、億万長者合宿っていうのはね、あの参加費が最大で300万の1泊2日の、そういった合宿なんですよ。で、その億万長者合宿に参加した方が、こういったことがあるんですよ。私はお客様のためにね、ビジネスをやっていきたいんだっていうわけなんですよね。 うん。で、お客様のためにやるんだったら、一切お金を取らずに、お客様に24時間サポートできますかっていうふうに聞いたんですよ。いや、できないですね、って言いました。じゃあ、お客様のためなんですかまずは、自分のためにやってください。自分に返したい借金があるから。自分に欲しいものがあるから。だから頑張る。自分のための欲望が最も正直で、モチベーションとしては壊れにくいでしょう。 誰かのためにやるってことは、じゃあ、誰かのためにできなかったらどうするんですかってことになってくるんですよね。自分じゃない人の痛みは分かりません。自分じゃない人の喜びは分かりません。ましてや、人の幸せや喜びをコントロールできるなんて、まあそういった高慢な気持ちからビジネススタートしたんでは、うまくいかないと思うんですけど、どう考えますっていうところで、ね、結構議論がそこ伸びたんですよね。で、実際に、 まあ結論をめいたことを私がね、まとめさせてもらったんですよ、その時はね。それはどういうことかっていうと、基本的には自分のためだと。でも自分のために、自分が稼ぐためにとか、自分が夢を実現するために何かをやろうと思ったら、差し当たっては、周りの人に応援してもらうしかないし、周りの人に納得してもらうしかないので、だから、便宜上、世のため人のためも必要なんだってことなんですよね。だから、世のため人のためが目的ではなくって、自分のために活動するためには、 結局世のため、人のためにやること、その手段が必要なんだよっていうような形でね、ああ、なるほど、そういうふうに考えればいいんですね、みたいな感じで、その場は収まったんですよね。まあ、これにも様々な解釈があると思いますけども、私がよくね、我が国のため、日本のためっていう言葉を私たまに出しますけども、それはね、私や私の家族、そしてひいてはこの視聴者さん、皆さんがね、 平和に暮らすためには、差し当たっては日本が平和で安定的な物価水準をもたらしてくれるっていう前提が必要なんで、この国のためにっていう言葉も出るんですよ。自分がね、命や人生を捧げて、まあ国をなんとかしようみたいなところまでは思ってないんですよね。うんまあ、ただ、あの特攻隊員の時代に私生まれていたら、喜んで特攻隊に志願したと思いますけどね。ただ今こういった、あの少なくとも日本自体に戦争が起きてない。 そういうふうな地盤に生まれた時には、この環境を維持するために、自分の家族のためにね、実際自分自身のために、日本にも生き残ってもらわないといけないなっていう気持ちから、この国のためにっていう部分がちょっと出るかなってことこなんですよ。えー、話がね、あっち行ったり、こっち行ったりしましたけども、おはぁ <laughs> と、沢井さんもおはようございます。沢井さん、今日はね、FX 方針が昨日とはちょっと変わってですね、昨日は3つの仮説を立てたんですけども、今日の時点では、ちょっとね、 あのいわゆるいつものレンジに入りましてね、90ピップスぐらいの上下の。まあ、ですので、レンジオプションを引きながら、ブレイクアウトも狙っていこうかなという解説を2分ぐらいで今日はさせていただく予定です。もう先ほど撮影の方が終わって、えー、これからこのあと配信に入りますけどね。えー、ということでね、今日はあのくだらないっていう話からね、なんかいろんな物事の二面性についてお話ししてみました。えー、最初の話覚えてます くだらないなーって言葉っていうのは、二つの意味が存在していて、それをね、人は使い分けてるってことなんですよ、私たちも。100億をくだらないダイヤモンドって言ったら、すごく価値の高いものにくだらないって言葉を使ってるんですよ。まあでもね、取るに足りないものを大事にしてる人を見たりとかしたら、いや、くだらないことしてるなーみたいな感じで、今度は価値を下げることにくだらないっていう言葉を使ってるんですよね。つまり、くだらないという言葉、二つの意味があるんで、状況によって、 使い分けないといけないっていうのと、くだらないっていう言葉だけを抜き出して論じることっていうのは、まるでセンスがないってことなんですよね。それだけじゃ分かんないよって。くだらないって言葉で、つまらないものを指さすのか、それとも高価なものを指さすのかってことは分かんないんで、前後の文脈を知らないといけないよねってことなんです。そうなってくると、吉野家の牛丼、牛丼漬け問題ですか牛丼漬け発言っていうのは、 前後の文脈とそこに来るまでに会場の雰囲気がどのぐらい盛り上がってね、えー、参加者の皆さんがあ受け取る力をつけてきたのかってことを知らなければ、あの言葉だけでね、全部を論じることはできないんだろうなと思います。まあ、ただね、現実は言葉の一部分が聞き取られて、極端に湾曲されて広まってしまうというね、そんな寂しい今、社会に私たちは住んでますんで、できれば何も喋らない方がいいです、私たちはね。あの結局ね、 あのこういう話もあるんですよ。金メダルすごいですね。オリンピック銅メダルおめでとうって言うでしょ。何なんですかね。メダルを取らなかった人は賞賛を全く浴びないんですよ。名前すら出ないんですよ。これについては着順差別じゃないですかって言い出す人もいるんですよ。だからオリンピックは参加することに意義があるって言葉があるでしょ。じゃあオリンピックの代表選手になろうとして参加できなかった落選した人には意味がないんですかってことになるんですよ。 意義がないんですかってことになるんですよ。オリンピックは参加することに意義がある参加できない人はどうなるんですかって話になるんですよ。絶対に参加できない人いるわけなんで。だからね、表現をつつこうと思ったら、どこまでもつつけるんですよ。どこまでも人を貶めることができるんですよ。ということで今日の話をまとめるとするとね、結局はそうとしか捉えられない、あなたの感覚の貧しさですよっていうことをいつもいつも突きつけられてるってことなんですよ。はい、今日はね、 あの女性別荘だって言い出す人の例も用いましたけどもあの男性はいつも女性に対してこんな考え方でジロジロ見てるに違いないというふうに言い出す女性がいるとしたらその女性はそんな男性しか見てこなかったってことなんですかっていう反論も突きつけられるんですよね。でも本当にその自分の欲望を持っていながら抑えれる人と 自然にそういう許されたシチュエーションじゃないと、うん、その性的欲求が出てこないね。すごく本能的に優れてた男性と、なんか様々なんですよね。本当に嫌らしい場所とかね、時間を巻きまえずにランチ気騒ぎするようなね、本当困った人とかね、痴漢みたいな人とかね、うん。そういう人もいるわけですよ。様々な人がいる中で、自分が直接関わってきた方とか、自分が認知している人だけで私たちは全体を判断してしまう。 っていうことはねかなりの落とし穴にはまってしまうんじゃないかなと。と同時にですね、あのー、まあ、あれですよね、男性の立場から言えば、これは男性に神様が与えた特質なんでね、自分好みの女性に手を触りたいなとかね、もうちょっとなんか露出高めてほしいな、自分にだけなんかこうね、なんかこう、そういう姿を見せてほしいなとかね、考えるのは、これ悪いことなんですかね、みたいな感じですよね。 これ悪いことなんですか性的欲求を持つのは。ダメなんですかな、ね、<laughs> ダメじゃないでしょだって眠いなって言っても怒られないし、お腹空いたの食べたいなって言っても怒られないし、やりたいなって言ったら怒られるわけでしょで人間の三大欲求ってみんな分かってるのに、その共通認識として人間の三大欲求がある。じゃあ、性欲がない人はいないじゃないですか。性欲を制御できる人は少ないじゃないですか。性欲を制御する時点で無理してるわけじゃないですか、それは。うん。どれが正しいのかなっていうのはね。結局は、 まあ人ってのはそういうもんだよねって受け入れられる人と、うん、だから自分の欲望を制御してるところに美学を感じる人とね、うん、だからそういう欲求があること自体汚らしいっていう人とかさまざまですからねあなたは誰でしょうかっていうねどの部類に属するんでしょうかってことでございますそして最後の話したようにあのネットワークビジネスなり宗教なり参加する人ってのはそれぞれの目的を持って参加して参加したあとでその目的や手段が変わることもあるんでなんかね一つのところを切り取って その前後、全部をね、まあ、あ決めつけないことなのかなと思っちゃいますよね。まあ、最近は切り抜き動画みたいなのがありますけども、切り抜き動画ばっかりを見ていると、例えばね、広ゆきの切り抜き動画ってあるわけですよ。広ゆきさんの切り抜き動画ね。西村広行きさんの切り抜き動画ですよ。あれはね、あの全部じゃないと思いますけども、300人ぐらい切り抜きの公式の人がいるんですけども、20代のぐらいの方が切り抜きやってるんですよ。で、その方たちには、 すすごい莫大な数千万とか入ってるんですよね40代の人が喋ってることに対して20代の人が儲けてるわけですよ。うん、じゃあ20代の人が何かね切り抜かれるようなことを今喋ってるかって言ったらしてないんですよね。だから役割がそれぞれ分かれてるってこととあとは切り抜き動画ばっかり見てるとああひろゆきさんってこんな人なんだみたいにねいい感情にも悪い感情にも触れますけどもでもひろゆきさんがカメラ以外で見せている姿っていうのは私たち知ることができないんで。 まさに切り抜き動画ですよね。うん。まあ本当に切り抜いたところでわからないなっていうことと、ものすごく表現が多い人。例えば私なんで YouTube たくさん出してますけども、全部見てる人はいないと思うんですよ。全部見てる人は唯一私だけですからね。<laughs> そうなってくると、うん。まあ本当に人のことってのは分かりにくいんでね。何もかも決めつけないことかなというところでございます。今日だからね、なんでしょうね。ネットワークビジネスの宗教も、 町内会も就職もに対する変更保存しますかタイトル何だったかなあ、そうタイトルね、ネットワークビジネスも宗教も町内会も就職も似たようなもんだよってことなんですよね。はい、ということでございます。今日は終わりです。10名のことそれでも見てくれたんだ。明日からね、多分ね、メインチャンネルに戻ると思うんですよ。せっかくじわじわと増えたサブチャンネルですけども、今日で一旦お別れということになるかもしれませんし、私のメインチャンネルが塞がれた時には、サブチャンネルがまたね、 力を発揮するのかもしれませんし、私の YouTube 活動自体が YouTube によって却下される可能性もありますんで、何が起こるか分からないなということでございます。いやー、映画って本当に面白いもんですね。それでは明るくなってきたんで、この辺で。よいしょ。寝癖はなったかなはい、ありがとうございました。じゃあ、いってらっしゃい。